今回はこちらのシークスを紹介したいと思います。オリアリ工房さんのステンレス製シークス、石膏巣でも木製巣でもない金属製のアリシークスです。今回の動画は以下のような流れとなります。1つ目に各種ステンレス製シークスのレビュー、2つ目にステンレス製シークスの製作の様子を見学させていただいた工場見学の様子です。それでは各種ステンレス製シークスを見ていく前に、ステンレス製シークスの特徴をいくつか挙げておきましょう。まず最初に、ステンレス材は非常に錆びにくいという特徴があります。ステンレスという言葉自体、錆がないという意味の言葉ですね。ごく稀に表面に錆が発生することがあるようですが、研磨により簡単に取り除くことが可能なようです。次に、隙間がなく脱走されない。アクリルや木材のように材質の変形のないステンレス製のシークスでは、構造上も材質上も隙間ができにくく、アリたちの脱走が極めて少ないシークスと言えそうです。インテリアのようでかっこいい。金属光沢を放ち、幾何学的な形をしたステンレス製シークスはインテリア性が高く、シンプルにかっこいいです。外気温や吸水の温度が室内温度に直結。ステンレスは金属の中では熱伝導率の低い素材のようですが、外気温や吸水した水の温度が室内温度に直結するようです。例えば吸水の際にお湯を入れてしまえば、室内の温度が急激に上がってしまうということですね。逆に言えば、金属は触ると冷たいというイメージがありますが、実際の室内温度は他の素材を使ったシークスとも変わらないということが言えそうです。最後に、素人には加工できない。ステンレス製シークスを実際手に取り、ステンレスの硬さや重さ、それに反して美しく精巧に作り込まれた素部屋などを見ていくと、ステンレス製シークスは決して素人には作ることのできない代物であることがわかります。この点に関しては動画の後半、工場見学の様子をぜひご覧ください。それではまず、ステンレス製平置き巣を見ていきましょう。縦横それぞれ100ミリ、高さが35ミリの平置き型シークスです。金属製ということもあり、かなり重量感があります。このサイズで約800グラムありました。シークス側面にはチューブ接続口。反対サイドには吸水用の穴が開いています。シークスの裏面には4つの緩衝材が取り付けてあります。素部屋の数は大小4部屋、また室内2箇所には金網のメッシュを使った構造が確認できますね。このメッシュの内側は給水のために水を貯める貯水タンクになっています。光を当てると、内側が空洞になって貯水タンクになっている様子が見えるでしょうか。観察面にはガラス板が使われており、観察がしやすそうですね。それでは給水タンクに水を入れてみましょう。タンクに入った水は、このメッシュの部分を通して水蒸気として室内に湿度を供給するという仕組みですね。シリンジを使って実際に水を入れてみましょう。このような感じで側面から水を入れていきます。中の貯水タンクに水が入っている様子がわかるでしょうか。このようにステンレス製平置き巣は、貯水タンクから水蒸気という形で室内に湿度を供給できるシークスです。このシークスでの飼育実例としては、黒山アリ、黒オアリ、トビイロケアリ、黒長アリ、琥珀オアリなどがあるようです。加湿機能のある飼育巣ということで、
どちらかといえば土中種の飼育実例が多いようですね。次に薄型ステンレス製縦置き巣を見ていきます。幅60ミリ、高さ64ミリ、奥行き30ミリの小型飼育巣です。手のひらと比べてもこれぐらいのサイズ感、とてもコンパクトな飼育巣ですね。巣部屋の数は楕円形で8部屋。そして特徴的なのはこの薄さです。居住スペースの厚さはわずか3ミリしかありません。この飼育巣は吸水機能を持たない乾燥飼育タイプの飼育巣です。想定される主なアリの種類は乾燥飼育に適した樹上性のアリたち。狭い枯れ枝や樹皮の下で生活をする彼らにとってこの薄さは快適な空間となるでしょう。飼育巣の下側2箇所には外部接続口が設けてあります。この接続口にチューブを取り付けることで他の飼育巣や餌場を接続することができます。また、こちらのアイテムですが、これもステンレス製のアイテムで、室内に通気性を確保できる通気キャップ、便利なアイテムです。この飼育巣での飼育実例としては、ウメマツオワリやヨツボシオワリ、ヤマヨツボシオワリなどの樹上性オオワリやルリアリ、ヒメアリなどの小型種、どれも乾燥飼育に適したアリたちであると同時に脱走の心配なく小型種が飼育できるという点も魅力的なところかもしれません。最後にハイブリッド巣を見ていきましょう。この飼育巣の最大の特徴は巣部や床面に木材が使われているという点です。この飼育巣は中央のメッシュ部分より加湿ができる機能を備えていますが、通常木製巣の場合湿度の変化が大きいと木材の膨張収縮により変形が発生してしまう場合があります。このハイブリッド巣の場合、ステンレスの硬さで木材の変形を抑え込む構造になっており、木材を使った飼育巣でありながら加湿ができるという飼育巣になっています。巣部屋の数は大小6部屋、部屋の厚さは約5ミリと大変薄型です。また室内2箇所には外部接続用の穴が設けられています。それでは加湿機能について見ていきましょう。室内中央部、この部分に金網のメッシュを使った構造があります。このメッシュの裏側にはこのように貯水タンクが取り付けられています。この貯水タンクは取り外し可能で、この中に水を入れることができます。貯水タンクから蒸発した水はこのメッシュ部分を通って室内に供給されるという仕組みですね。開発されて間もないこのハイブリッド巣での飼育実例は現状我が家で使わせていただいている一例のみだそうです。我が家では樹上種であるケブカツヤオオアリにこのハイブリッド巣を使っており、アリたちはとても快適そうです。木材を使った床面と少なめの加湿量ということを考えると、やはりこの飼育巣には樹上性のアリたちがマッチするのではないでしょうか。ここからはステンレス製飼育巣の製作の様子を見学させていただいた工場見学の様子をどうぞお楽しみください。
かがだったでしょうか。今回はオリアリ工房さんのステンレス製シークスを紹介させていただきました。素人には加工の難しいステンレスという素材を採用しながらも、アリのシークスとしてよく考えられた美しく精巧なシークスでしたね。ステンレス製シークスなどが購入できるオリアリ工房さんのショップの URL は動画の詳細欄に記載しておりますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。今回の動画は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。